はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルミジです。では今回はブロックフード、これね、ブロックフードだとばっかり思ってたんですけど、厳密にはブロックフードみたいですね。ストーリーモード第5章をプレイしていきたいと思います。今ちょうど第5章のシナリオにもブロックフードって出ていたと思うんですけど、もうこれを見てね、あ、ブロックフードじゃないんだと思いましたね。で、一応ですね、第5章が最後のシナリオに、少なくとも今見えているものについては、そのようになっているようなので、今回は、まあ一応最後ということで、プレイの方をしっかりやっていきたいと思っています。で、今見えているのは、これ第3章とかで作った自分のブロックフードですかね。まあ、完全に荒廃しきってますが。で、アフロ君が来ましたね。ちょっと年を取りましたけど、その分賢くなったと思いたいですね。確実に年は取ったね。まあ、僕もね、もうアラフォーに突入した35歳なんで、もう決して若くはないんですけど、まあ、少しでもやっぱり年に抗おうと思って、まあ、肉体改造したり運動したりってやってるんですけどね。あと特に気をつけているのが、スキンケアですね。結構ね、まあ、実際効果があるかどうかは別にして、化粧水とか美容液とか、もう結構ね、調べて買い込んで対応してるんですけど、まあ、対応してるって言い方もあれなんですけど、まあ、なんとかね、年に抗っていきたいなというふうに思ってるんですが、まあ、このアフロ君も何歳ぐらいなんですかね、今。で、シナリオの方はちょっとね、別の話しながら進めちゃっていますけども、廃棄物が出ているということで、この廃棄物を、まあ、うまく処理していくっていうところになるみたいですね。では、有機性廃棄物を処理するには、嫌気性消火装置が有効です。生産リストから探してくださいということですね。お、早速ありましたね、これだな。有機性廃棄物を取りこと、水を取り込んで、バイオガスと肥料を作ると。じゃあこれを作っていきましょうか。まあ、結構な、まあ、数やっぱり出ているようなんで、ここにとりあえず3つぐらい作っていきますか。腐敗したゴミイベントを早期解決しましょうとなってますけどね。まず今この腐敗したゴミ、今200以上あったものを今182まで来てますけども、これを90未満にしましょうというのが一つ出てますね。じゃあまあ90未満にするためにちょっとだけ時間軸を早めちゃいますか。まあ、バーッと早めていってますが、マックス8まで誤りますね。で、90まで来たら、次のイベントに進む感じになってるのかな。この辺とかね、結構好きだったんですけどね、横から見た感じとか。だいぶ良くなったと、匂いがなくなってきたぞ、あと、バーカーが言ってますけど、まだまだ他にも悪いものが残っていますっていうことで、前回森を、まあ、いろいろ切り開いたっていうか、まあね、作っていたと思うんですけど、まあ、それを今回も利用しましょうということですね。10本の木を植えるか回復よし。じゃあとりあえずこの有機性ホニャララに関しては、壊してしまって、お金の概念があそこまでシビアではないんで、別の場所に移設というか作り変えちゃいましょう。で、その上でだ。回復を使って10本木を回復させていっちゃいましょう。まあ、この辺は何の問題もないですかね。森をバシバシ回復しましょう。
あとは、木で言うと、この辺りかな。カシの木に関しては、どんぐりが必要か。どんぐりは持ってないから、無理だな。こういうのを考えると、前回あれでしたね、じゃあ。あえて、どんぐりを必要になるようなカシの木を植えなければよかったんだな。極端な話ね。じゃあ、しょうがないんで、ここは破壊しましょう。で、破壊した上で、どんぐりを植えていきますか。この辺とかも、きっと再生できるはずだ。で、ここはカシの木か。カシの木はね、ちょっとどうにもならないんですよね。今今だと。よし、これで回復済みですね。森に関しては。で、今度はアパートメント。まあ、大量に作りましたからね、アパート。じゃあ、今回は、そのアパートも回復かな？ただ、その前に、使い物にならなくなっている場所に関しては、一旦破壊しちゃいましょう。で、見るで、回復の条件なんですが、まあ一応揃ってそうではありますね。電気がちょっとないんで、作ったらすぐ電気の供給を始めないといけないかな。それくらいかな。じゃあ回復しちゃいましょう。で、回復した後は電気を作りたいんですが、回復されたばかりのブロックは再び崩壊する危険ありということですね。やっぱりだ。電気がないんで、じゃあ、電気ブロックも回復させていきましょう。まずは油田だな。油田を回復させて、その後ここ、石油発電機も回復させちゃいましょう。で、この後大量にきっとまた同じミスを繰り返すのかっていう話はあるんですが、明らかに電気が足りなくなるんで、ここは油田と石油発電機を稼働させちゃいましょう。で、アパートの方なんですが、水が今度は足りないと。なるほどね。じゃあ、水も回復させますか？水は、タンクがどっかにあったと思うんだけど、ないか。ああ、ここにあるじゃん、ここ。OK だ。これで水も回復したと思うんで、あとは新鮮な空気の傾向が全然増えていっていないんで、空気をじゃあちょっと作るプロセスをもう少し頑張りますか？今新鮮な空気は0.09プラスか。ってことは、もう1本ぐらい木を植えあげれば、まあなんとか、可能かなっていうとこですかね。これでもう1本木をじゃあ植えといてあげましょう。ほいっと。んでだ。回復するためのコミュニティがもっと必要ということですね。で、キオスクと理髪店はコミュニティを育むのに便利です。なるほど、理髪店か。僕が行ってる病院はもう完全個室制で、かつ、あんまり美容師さんとお話をベラベラするような雰囲気のところでもないで、まあ、そこがね、気に入って行ってるんですけどね。まあ、ここではコミュニティのために理髪店を作った方がいいという話になってますね。では、ちょっと一旦アクセスの状況を確認しておきましょう。アクセスは基本できていると思っていいよね。なので、この後なんですが、どこに何を作るかって話だよな。
ちなみに上の方に作ってもダメなんだよね、きっと。あ、大丈夫だ。大丈夫だ。ちゃんとアクセスが取れてますね。悪くない。で、これを見ると、一応インプットもきっちり入っているんで、問題ないかな。住民が集まれる憩いの場が提供できるということになってますね。その他の公共ベースブロックもコミュニティを作り出すことができます。ちょっと見てみますか、せっかくなんで。例えば、街灯のもとに人が集まるんだな。まあ、わかる話ですけどね。で、休憩スペース。休憩スペースって何なんだ？あとはエスカレーターとかもあるな。設置したいな、エスカレーターとか。あとは、なんだ？まあ、新しいところで言うと、ソーラーツリー。休憩と充電が両方できるんだね。あとは円形劇場あり、レンタル自転車ステーション、バスケットボールコート。この辺なんかちょっとアメリカっぽいゲームかなっていう感じもしますよね。で、次は知識だということなんですけど、できればもうちょっとコミュニティを作り出しておきたいですよね。果物屋さん、野菜屋さん。ただこの辺り野菜とかフルーツとか取れねえからな。じゃあ、一旦木を壊して、果物が取れる木に植え替えますか？果物が取れる木だと、どっかにあったよね。夏目漆。新鮮な空気の供給量が少し少ないのか。どうしようかな。できれば、やっぱり作ってあげたいよね、住む上では。こうやって見て、ざーっと今見ていってるんですけど、そうなるとフルーツとかが作れる場所っていうのは限られてるんで、ちょっと木を見ますか。新鮮な空気が2か。ちょっと新鮮な空気を作っているところ申し訳ないんだけど、この辺は。デフォであったものに関しては取り壊し不可能だな。では、ここに、ナツメヤシを植えていきましょう。突如として現れるナツメヤシ。これで、まあ、基本的にフルーツとかが作れるようになったはずなんで、フルーツと野菜ですよね。で、魚に関してはもうどうやって作るのか今今すぐわからないんで、一旦放置しちゃいましょう。このね、一番上の階に野菜屋と果物屋さんがあるっていうね。で、今は野菜と果物が作られていくはずなので、これでしばらく待ちますか。で、崩壊が始まっているのはなぜだ。完全に崩壊が始まってるけど、石油にお金一、お金がないとかそういうこと？石油はたんまりあるし、お金がないとかかな。ちょっとお金がどんくらいあるか見てみますか。お金もあるけどな。じゃあ何？石油にお金一。大丈夫そうだけどな。このまま行くと破壊されるな。破壊される理由がちょっとわからないけど、お金もあるよね。まあ少ないっちゃ確かに少ないんですけど、ちょっと早急にじゃあお金を作り出すものを入れておきますか。お金、お金、お金をね、やっぱり大量に。
作ってもらわなきゃいけないんで。お金を大量に生産しましょう。お金を作り、あとキオスクかなんかもあったらいいんじゃんみたいな感じでしたよね。キオスク、キオスク。キオスクはどこだ？ヨガスタジオ。いや、ヨガスタジオはいいなぁ。いらないかなぁ。ここに謎の庭園というか空中庭園ができちゃったんで、一旦外して、キオスクはちょっと見当たらないかな？ないですよね。まあ、しょうがないな。じゃあ、知識の生産をしてくださいってことなんで、学校と図書館って言ってたかな？じゃあ、学校と図書館をババンと建てていきますか？この学校もね、上の方の階にあるっていう。じゃあ残りも回復しましょうっていうことかな。ではどんどん回復していきましょうということでね、オフィスやホグコレクターを動かしお金や水を追加で、獲得するチャンスが生まれますっていうことなんで、オフィスとホグコレクターを2つずつですね。オフィスを稼働させるためには、労働力とあと電気も必要か。そしたらそろそろもう1個2個、アパートを回復させますか？今ね、全然労働力が多分足りてない状態だと思うんで、一旦ここで労働力を確保するという意味でも、下1列。エレベーターもどんどん回復させていった方がいいよね、普通に考えて。そうしないと上の階にそもそも上がれないか。廃れたバー。いやー、廃れたバーか。まあ、これはこれでよしとして、ホグコレクターとオフィスね。ホグコレクターはどこにあるかというと、先にオフィス作るか。知識が足りてないってなってると、じゃあ図書館で知識を作っていきます？これで知識もガーンと上がっていくでしょう。で、そうなるとオフィスだな。で、知識が全然上がってこないな。知識もうちょっと欲しいよね。そう考えると、学校は入れたでしょ？あと知識系で言うと、なんだ？これくらいしか知識は今今解放されてるものではないのかな。何？ここが崩壊の一途をたどっているぞ。なんで？若者が足りてないと。なるほど。若者が欲しいね。若者、若者。ちょっと一旦時間止めましょう。若者はというと、若者は広いアパートで若者が生まれるんだな。じゃあ、ちょっとここに。若者を2人入れましょう。向きがちょっとダメだったかな。もう一回作り直しますね。広いアパート。で、向きがよろしくないんで。で、これで、回復するはずですね。でだ。オフィスだよね、オフィス。オフィスは、作れるね。じゃあ、オフィスを作っちゃいましょう、今のうちに、ちゃちゃんと。
オフィスが作れるスペースがもうここぐらいにしかないか。本当はね、もう一個二個オフィスをじゃかじゃか作っていっちゃいたいんだけど、そうすると何、もう一個上にエレベーター立てる？エレベーター大好きになっちゃってますけど、でまあ壊せばいいじゃんっていうのもあるんですけどね、正直その使ってないアパートとかいろいろあるんでっていうのはあるんですけどね、野菜がちょっと不足してきているというのと、結局リスク管理っていう意味で言うといろいろやってった方がいいんだよねきっと。なんでまずはそうは言ってもオフィスを増設しましょう、オフィス。で、それ以外で言うと、クリニックとかも建てちゃいます？なんかあってね、困るものではないと思うんで、ただプラスチックがないのか、クリニックに関して言うと。じゃあプラスチックも動かさなきゃいけないですね、最終的には。じゃあここに立てて、プラスチックってなんか動かしたよね、どうやって動かしたっけな、この辺はなんだっけ、コンポスト、もう回復しよう、コットン畑も回復、この辺は農薬小屋とかもどんどん回復していきましょう、一旦ね。ビール工場とか今すぐ動かしてもな、プラスチック工場ってどっかにあったよね、あこれだ、プラスチック工場、これ回復しよう。おっと、夏目屋敷系がちょっとあれだな、夏目屋敷系っていうか木がちょっと崩壊を始めているのはなぜ、地下水不足ね、いやー地下水不足か、地下水の汲み上げ、じゃあ次は地下水の汲み上げは、地下水は何で地下水を汲み上げたかな、どうしても地下水は必要になってきますね。地下水に、今だと地下水が画面の左の方映りますけども、全然足りてないという状態になってるんで、地下水を汲み上げていきますか？そうすると。まず、コットン畑とかも正直こんなにいらないっちゃいらないんで、ここに、地下水を汲み上げましょう。これでどうだ？で、地下水がガーッと増えていくと思うんで、地下水が増えたタイミングで回復していきましょう。で、回復の優先は今今だとやっぱこの辺りだよね。地下水 2.5 も使うのか、夏目屋敷は結構持っていくな、がっつり地下水不足にはなっていきますね、これまたしばらくするとおそらく。で、労働力も足りてないしね、そう考えると地下水をどうやって確保するかっていうのも結構急務ですね。水はそれなりにあるんで、
まあ、ここはちょっと、じゃあ地下水町か、地下水町ですね。まあ、地下水はいくらあってもいいかなという感じなんで、地下水をここにバーンと作ってしまい、ホグコレクターだよね。問題はホグコレクター。ホグコレクターってアートギャラリーで合ってる？ちょっと一個試しに作ってみましょう。それでカウントが上がるかどうかですね。文化と観光客が増えるんだね、アートギャラリーで。ホグコレクターは全く違うね。ホグコレクター、まあアートギャラリーせっかく作ったんで、アートギャラリーはアートギャラリーで置いとくとして、ホグコレクターを探しましょう。あ、キオスクあるじゃん、キオスク。キオスクお金でしょう、しかも。お金も作るんでしょう。キオスクは、消費者と労働力。よし、キオスク建てましょう。で、キオスクはよくて、ホグコレクターだ、ホグコレクター。ホグコレクターはどこにある？ホグコレクターあった。なるほど、水が4できるんだ。今欲しいのはね、地下水が欲しいんですけどね、できればね、地下水が。じゃあここにホグコレクターを建てましょう。で、もう一個ホグコレクターが欲しいわけだ。どこにホグコレクター建てるかだな、そうなると。あんまりもたもたしてるとね、わけわからないことになっちゃうんで、給水塔が、水は今それなりにあるんで、じゃあこの給水塔を1個破壊して、代わりにホグコレクターを作りましょう。まあ、ホグコレクターも水を作ってくれるんで、問題ないでしょう。では、アパートをいくつか回復させましょうということなんですが、アパートはもうすでに回復済みですかね。4個回復してあるはずだね。よしよし。で、生活で使われた、まあ、汚水ですよね。じゃあ、今度は汚水を処理する施設を作りましょうということか。これをどこに建てるかだな。これって機能してる？この上に建てたけど、アクセス含め。お、機能してる。いいね。ただちょっと見栄えがあまりよろしくないよな、さすがにここは。まあでもいいか。じゃあ90以下にしてくれっていうことなんですけど、ここに、立てていきますか。水を8も作ってくれるってなると、正直言ってあれだな、ここにもうこれを置いておく必要はないね。今何を壊したかというと、今壊したのはですね、見当たらなくなってる。今壊したのはこれです。給水塔。お金を2使って水を8生産するっていうやつなんですけど、もうこれ今今必要ないので、代わりに同じ水を8作ってくれるこの藻類ファームをババーンと大量に4つ積み上げましょう。お、4つ目はいかない？かつ、これはアクセスがないパターンだな。ちょっと確認しますか。やっぱりないね。
アクセスがないんで、いずれにしても切りましょう。で、代わりにじゃないですね。作り直しします。おっと、また同じことをしてしまいましたが、ここがもう一個いけないんだな。じゃあ、さっき壊した余剰スペースが1個あるんで、ここに立てちゃいましょう。で、汚水の処理を進めていきましょうか。で、今どこまであるかというと、マイナス0.94ずつか。で、あとは新鮮な空気が、ちょっと労働力も不足してる？労働力も不足気味ってなると、アパートメントをちょっと稼働させますか。少しアパートの復活を図りましょう。潰れたテクノロジー企業とか？そうだなぁ。どうしようかなぁ。データセンターをまずは復活させますか。いや、労働力不足だな。じゃあ先にやっぱりアパートから作り直します？アパートから。いやー、でもここも労働力を復活しないね。労働力が欲しいけど、アパートをなんとか復活させないと話にならないな。アパートをね、復活させたいけど、アパートを復活させるための労働力が完全に不足してるんだな。そうなると新規で建てるしかないね。なんかまた崩壊の道をたどりそうな気もするんですが、ここはとりあえずクリアを目指したいので、一旦労働力の確保に走りましょう。で、そうすれば回復でアパートメントが回復できるようになるはずなので、ちょっと一旦それを待ちますか。で、労働力に関して言うと、今の傾向をちょっと見ておくとですね、新鮮な空気がマイナス1ずつですね、ほぼほぼ。あとは、レジャーも少し不足気味か。で、肝心の労働力はというと、マイナス、まだ0.03。もうちょっと必要なんだな。ただ今だったらアパートの回復ができるんで、アパート1個回復しましょう。これで労働力がさらに増えていくと思うんで、ガシガシ労働力を確保しましょう。で、新鮮な空気がマイナス1。マイナス1は全然嬉しくないな。で、地下水はどうなってるかというと、地下水は3.92ずつプラスか。まあでも厳しい情勢なのは変わりないですね。そしたら一旦時間を8倍速に早めちゃいますか。これで、排水口というか、汚水処理ですね、を進めていっちゃいましょう。で、あとデータセンターとかも復活をさせるか。テクノロジー企業とかどっかにあったよね。お、テクノロジー企業は1個あるね。じゃあこれを回復させて、潰れた工場だな。これでデバイスが作られるようになるといいじゃん。そうするとインターネットカフェ、
が稼働できると。よし。少しずつ回ってきたな。地下水不足だよね、問題は。地下水不足。地下水が不足しちゃってるんで。まあ、コットン畑作って服作ってってやりたいけどな。まあ、ビール工場。なんとも言えないですね。今だと、ご覧の通り地下水が6しかない。で、かつ地下水の消費も激しいんですよね。まあ、今2になっちゃいましたけど。で、90以下にしろっていう話なんですけど、これめっちゃ時間かかるな。90以下にするにはすげえ時間がかかるんで、一時的に増産しますか。藻類ファームを。こういう時のためにこのスペースはある。そういうふうに使っていきましょう。で、終わったらこれに関してはもう取り壊しちゃえばいいですからね。で、これでバリバリ減っていくはずなので、よし。OK ですね。そしたら、まあ、これをいつまでも稼働させておく必要はないんで、もう早々に取り壊します。では、未回復のアパートをさらに回復しましょうというところですね。住宅を、じゃあ回復していきましょうか。まあ、ポイントになってくるのはやっぱり1にも2にも資源かな。レジャー不足にはなるんだな、そうなると。じゃあレジャーが生まれるものを何か作っときますか。円形劇場レジャー4、これ大きいね。よし、これで回復しましたね。で、そうなんですよ。地下水がね、欲しいんですよね。既存の水を地下に戻し、これめちゃくちゃいいですね。ちなみに今水はたんまりあるんで、地下水に戻すのはスプリンクラーか。スプリンクラーをちょっと作りますか？まあ、ただスプリンクラーもこれ以上増やせないっていうぐらい増やしたからな。もうちょっとね、欲しかったかなって気もしますけど。で、地下水がちょっと不足はやっぱしてきてはいるな。で、地下水が不足してくると、当然ですけど、空気も減ってきますよね。木が。少なくなる分。じゃあ、ここでは一旦、新しいこのソーラーツリーをちょっと何個か作っておきますか？これによってね、少しでも
わずかでも電気不足を解消できれば御の字なんで、かつレジャーも増えますからね。まあ、ちょっと不格好ではありますが、おお、早速なんか子供が遊んでるじゃないか。走り回ってるね。動物を4か。動物4は結構厳しいぞ。動物4はね。木を芝生で囲むと鹿が現れる。いや、分かってはいるんだよね。新鮮な空気が不足してきてるんで、空気不足もなんとかしてあげなきゃいけないな。新鮮な空気不足。地下水は大丈夫かな？地下水は。今地下水半端ないことになってる。これはありがたい。バシバシ回復しましょう。動物か、動物を4か。なかなかハードル高いけど、この辺を壊して、この辺ぐらいしかないもんな、壊せるのなんて。そうすると、今までの経験上だと、水飲み場を作り、さらに湿地も作り、木も作りますか？なんでここにじゃあ木を、ブナの木を1個立てて、芝生で囲みますか。これでなんか動物が現れてくれればいいですけどね。現れなそうだな。あとは、そうだな、マングローブとか立ててみますか？じゃあ、マングローブ。マングローブ立てるとね、なんかこう、新しい生物が、脈々と現れるんじゃないかっていう期待感があるけど、全くその気配はないね。木を芝生で囲むと現れるっていうことなんで、じゃあ忠実に芝生で囲んでみますか。まずはなんかね、前はね、何も考えなくてもサクサクっとね、現れてくれたんですけどね、動物たちが。今だと動物がゼロだからな。なんとか動物増やしたいよね。作れるのってここぐらいしかないからな、エリア的に。あとはこことかはどうなの？ちょっとさすがにね、壊すの結構しんどいですからね。そうするとちょっとまんべんなく作っていって動向を見てみますか。梅の花とかもちょっと植えていっちゃいましょう。で、ポプラも植えて、二本松とかもね、もうここでまとめてガシガシと。
オリーブの木とかもね、こうやって植えていっちゃいましょう。白樺はもうあるでしょ、マングローブ、あとはサボテンとか。一気にこの辺りは。おお、しかも空中にサボテンが生まれるという奇跡が起きた。やめましょう。いや、動物が全然増えてこない。これは困りましたね。こんだけ多種多様な。夏メシはちょっとやめよう。水を大量に食うんで。これでどうよ。こんだけ原生地増やしてさ、増えないってことある？この辺とか取り壊し不能だよね。取り壊しが不能だったら何の意味もないんで。さあ、これであとは動物が帰ってくるのを待ちましょう。いでよ、動物。全然帰ってくる気配ないけど。さあ、トナカイも環境は整えたよ。あとは、いい感じで動物が来てくれればいいんだけど、この無秩序感が良くないのかな、逆に。全然ね、帰ってくる気配がないからだ。ここまで行くとひどいよな。今何かが壊れたけど、まあ体勢に影響はないかな。動物だな、動物が全然現れない。資源かブロックを組み合わせて人間と動物の住民を呼び込もうってなってるんですけど、人間はもう十分なんですよ。で、問題は動物なんですけど、動物が全然増えてこないな。で、もしかして空気が不足している？空気が不足してるとかも致命的だけど、電気不足か、今度は。いやー、なかなか運営は難しいですね。そうすると、このまま電気がゴリゴリ減らされるのはまずいので、電気をちょっと増産しましょうか。これで一時的にでも電気不足が解消してくれればいいんだけど、解消しない？いや、こうやって見るとなかなか立派に回復はしてくれたよね。ここはアクセスがなかったですね。なんでちょっとここでアクセスを作ったんでツリーを回復しましょう。いやー、でもなー、それにしてもだよね。それにしてもどうしようかな。全然動物が増えてこないけど、そしたらちょっ
とここまで来てはいるんですが、動物を増やすのをちょっと考え直さないといけなそうなんで、一旦時間も長くなってきたんで、ここまでにして、動物を増やす手段をちょっと調べておきましょう。確実に動物を増やす手段を。で、動物を増やして、その上で、まあ、最後、もう一回プレイできるかなと思いますんで、一旦ですね、ここで終わりにして、次回この続き、動物を増やすというところからプレイをしていきたいと思います。もしかしたら、もうそもそも設計自体がいけなかったかもしれないですね。いや、こんなに、その住民とか人間たちのためにスペースをここまで取ってはいけなかったとかね。もうここまでこんだけの領域を取っちゃうと、正直どうにもなりませんとかってなる可能性もありますよね。なんで、まあ、ちょっと考えものですよね。あとは組み合わせをもう少し考えてみるとか。まあ、そのあたりになってきそうな感じもしますが、まあ、木の周りを芝生で囲めって言われてもな、囲んだものの何も起きないからな。前はね、全く何も考えずにサク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 動物たちがあれよあれよと集まってきたんですけどね、多分環境があまりよろしくないんだろうな。まあ、というのもあるので、まあ、動物たちがより付きやすい環境づくりっていうのも少し考えながら、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。